さすがに立体機動には慣れたけどよ、今日の訓練は結構きつかったな。おいおいお前ら、見てられなかったぞ。少しは俺の立体機動装置の扱いを参考にしてみろ。まあ俺にとってはあれぐらい余裕だ。おいじゃあ教えてくれに来たのか、それとも自慢しに来たのか。うぜえな。誰がうざいって？才能ねえからってひがむんじゃねえ。エレン、どうしたの？ミカおい、エレン、立体軌道の話だったな。コツなら教えてやるよ。また喧嘩してるのかと思ったけど。そんなことねえって。俺は親切だからな。エレンもそっちのお前もまとめて面倒見てやるよ。はあ、俺はお前に教わりたくなんかねえよ。そうだな、それがいいな。人数が多い方がいろいろと教え合えるしな。エレン、怪我してる。すぐに手当てしないと。早く来て。はあ？こんなんかすり傷じゃねえか。おい、ミカサ！あ？立体軌道だって？そんなの今度でいいだろ。自主訓練ですか？偉いですね。そういえばあなた、最近ジャンと仲がいいみたいですね。ジャンといえば、ブッブ、あの話を知っていますか？なら、教えてあげますよ。少し前に、同期のみんなと家族の話をしていたんです。私の父は狩りが得意とか、コニーには妹と弟がいるとか。で、ジャンは、直接聞いたわけじゃないんですが、お母さんにすごく可愛がられてるらしいんです。意外ですよね。傑作だったのは、ジャンが部屋にいたら突然お母さんがドアを。サシャ、なんでお前がその話を。くそ、言いふらしてんじゃねえよ。別にいいじゃないですか、喋っても。おっと、私用事があったんでした。あの芋女。おい、サシャに何を聞いたか知らねえが、全部デタラメだからな。話すようなことはねえよ、あのババアのことなんて。くそ、誰がサシャに喋りやがったんだ。とにかくあいつの言ったことなんて信じるんじゃねえぞ。ああ、お前か。前にサシャが言ってたこと聞いて回ったりしてねえよな。まあそもそも事実じゃないんだけどな。とそれより、立体機動術の調子はどうだ？お、そいつは何よりだ。じゃん、さっき手紙を受け取ってたよな。あれ、誰からだったんだ？あ、お母さんでしょ。そうなんですね。うるせえ、お前らには関係ねえだろうが。お前母ちゃんからはジャンボーって呼ばれてるんだろ。よ、ジャンボー、早く返事を書いてあげましょうよ。ねえ、ジャンボー。うるせえっつってんだろ、書き扱いすんな。何しに来たんだよ。母ちゃんの手紙のことならわざわざ返事なんて書かねえからな。
そういえばお前の親はウォールマリア陥落の時に。悪かったな。分かってはいるんだがよ。とにかく返事を出す必要なんかねえよ。俺と母ちゃんの場合はそういうもんなんだ。そういやお前も調査兵団でやっていくことにしたんだよな。理由は何なんだ。そうか、志願しなくを取り戻すには調査兵団に入るのが妥当だよな。俺はよ、マルコがトロストクで死んじまって、それで調査兵になるのが俺の今すべきことだと思ったんだ。マルコはこう言ってたよ。ジャンは強い人ではないから、弱い人の気持ちがよく理解できる。それでいて現状を正しく認識することに長けているから、今何をすべきか明確にわかるだろう。大半の人間は弱いからこそ、それと同じ目線から放たれた指示ならどんなに困難であっても切実に届くってな。まあとにかくお互い調査兵団に入っちまったんだ。これでもういつ死んでもおかしくねえぞ。えらく強気だな。俺はそこまで楽観的になれねえな。悔いが残らないようにしねえと。母ちゃんの手紙のこととか照れくさくて返事を書いてなかったけどな。書くことにした。返事も出さずに死んじゃさすがに親不孝だろ。母ちゃんの手紙の返事書こうとしてるんだけどよ、真面目に書こうとすると意外とやりにくいもんだな。ところで俺は立体軌道には結構自信があるんだが、お前の目から見て他の技術はどうだ。お世辞はやめろよ。分かってんだ、調査兵団で生き残りたいならもっと鍛えなきゃダメだって。お前はいつの間にかだいぶ実戦経験を積んだみてえだな。差をつけられちまったか。なあ、お前と一緒の任務に行けるよう上官に掛け合ってもいいか。巨人の討伐経験を積んでおきたいんだ。実戦慣れしてるお前がいてくれれば安心だ。いいだろう。そう言ってくれると思ってたぜ。決まりだな。まああんまり面倒はかけないようにするからよ。頼んだぜ。任務は無事終了だ。お前俺の教えた通りに立体起動できてたじゃねえか。俺もお前の戦いぶりについていこうと必死にやったおかげでだいぶ実戦に慣れることができた。それにここでくたばるわけにもいかなかったしな。母ちゃんに手紙の返事が出せなくなる。とにかくお前がいてくれて助かった。礼を言っとくぜ。例の任務うまくいったな。お前にも世話になった。まあ俺自身も相当頑張ったけどよ。前は憲兵を志してたけど、いつか巨人と戦わなきゃいけねえのはとっくに分かってたんだけど、エレンみたいに思ったまま動けるわけもねえ。誰もがあいつみたいに強くねえんだ。トロストクで巨人と戦って兵士になったことを後悔した。巨人がどうやって人間を食べるのかも見ちまったしな。けど逃げるわけにはいかねえだろう。俺は調査兵団でやっていくって決めたんだ。まあこれでもういつ死ぬか分かんねえし、親孝行もしねえとな。母ちゃんの手紙も返事出しておいたぜ。大げさなんだよ。ったく、そのうち顔でも見に行くさ。さっきはああ言ったけど、まだまだ死ぬつもりはねえからな。そういうわけで今後もよろしく頼むぜ。お互い死なねえよう助け合っていかねえとな。
know